ステ,ステイヤーズ・ステークスは日本中央競馬会が中山競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称はスポーツ日本賞ス,ステイヤーズ・ステークスと表記している。競争名のステイヤーは英語で耐えるものを意味する。正賞はスポーツ日本新聞社賞。優勝例ゴール板距離は 中山競馬場の芝内回りコースを2周する3600メートルで現存する日本国内の平地競争では最長距離で行われる優勝場のタイムもおおむね3分40秒から4分程度となり日本の競馬の競争では優勝タイムが長くかかる競争の一つである1967年に創設され1984年のグレード制導入に伴い d.e. に格付けされた。創設当初は初秋の中山開催だったが、1972年から12月の中山開催に変更された。1997年から GII に格上げ、合わせて負担重量もハンデキャップから別定に改められたことにより、有馬記念を目指す馬にとって重要な前哨戦の一つとなった。1993年から、 外国産馬が1997年から地方競馬所属馬が出走可能になったほか2005年から外国馬も出走可能になった。以下の内容は2017年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、別、定2017年の一着賞金は6200万円で、以下2着2500万円、3着1600万円。 4着930万円、5着620万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各回競争結果の出展。ありがとうございます。